どうも、なんか作れるものが少ないので、ストーリーを進めた方がいいのかなと。今度は私が水たまりに突っ込んでみんなずぶ濡れになっちゃってさ。というわけで、ストーリーを進めていこうかと。風邪とかひかなかったの？やあ、ライザリン・シュタウト君、来ていたのかね。お邪魔してます。フルネームだと長くないですかね。ライザでいいと思うんだけど。いや、なんでもない。娘のことよろしく頼むよ。なんだか歯切れが悪かったよね。なんかお困りごとでも。それが私のこと一度はライザに頼むって言ったくせにまだ不安がってて。まあ、それは、これは怪我とか絶対にさせられないな。って、あれ？なるほど。やはり他の旅商人の間でも竜のことが噂になっているのですね。竜？まだそこまで大きな騒ぎにはなっていないが、街道の先の宿場町に噂が伝わるのも時間の問題だろう。街道の先の宿場町。まずいな。旅商人の足が遠のけば村の生活にも悪影響が出かねません。やはり往来する者すべてを護衛するしかないのでは。難しいでしょう。守り手の数が少なすぎます。となるとモリッツさんと改めて協議する必要がありそうですが。今はあの人を刺激したくないのですが。状況が状況です。やむを得ないでしょう。こちらのわからないところで何かが起こっているようで。私は少しモリッツさんと話をしてくる。はい、行ってらっしゃい。竜の話か。こっそり様子を見に行ってみようかな。焦りの少年。少年って誰のことだろう。行くんだ。間違えた。ブルネンテブル。ねえ、どこに行くんだい。いや、これよりもあれで行った方が早いな、多分。案内板だっけ。これだ。多分この方が早いはず。街道の、いや、村の危機ですぞ。やはり強硬策こそ用いるべきでしょう。何か間違っておりますかな。ひゃー、やり合ってるやり合ってる。そうは言いますが、相手が竜となれば軽々しくは動けません。ご子息が怪我を負わされた悔しさはお察しするが、少し冷静になられては。あの程度の怪我、息子はもう大丈夫だと言っております。この人のあれか、名前忘れたけど。何クラウディア、今ほっとしてたかなって。誰が。それどころか、勇敢なるブルネン家の男として竜退治に行くと息巻いておりますぞ。バカな。古城の竜は敬うべき島の守護獣、退治などもってのほかじゃ。しかし奴が街道にまで出没するようになったことで、島の生活に悪影響が出るかもしれないのですぞ。島にこもって息を潜めておればよい。そもそも外とのつながりがなければこんな災いは起きとらん。あまり現実的な話とは言えませんな。私としては島民の生活を守るためなら、たとえ竜でも。ブルネン家の男が勇敢と無謀を履き違えるのは昔から変わらん。数代前のバルバトスも。この私の要望ですぞ。
害があるなら守護獣だろうと悪魔だろうと退治するのみ。あ、害があったら守護獣じゃないよね。うん、モリッツさん、それは今勢いで決めることではないでしょう。くどい。このモリッツブルネンが決めたのだ。守り手で竜の討伐隊を結成する。ですから皆さん少し落ち着いてください。お主のような旅商人だの、怪しげな錬金術師だの、よそ者がうろつくせいで村は災い続きなのじゃ。ちょっと、さすがに言いがかりが過ぎるんじゃない？そうやって閉じこもってるからいつまで経っても。あって感じだね。あってライザー。うん、シタウトの悪同盟、また勝手に我が家の周りをうろついてるのか。つい勢いで。さよなら。待って、ライザー。私のアトリエまで行こう。ガウまで何をやっているのだ。たく、あのバカ。あんまり、なんだ、更新されたの。とりあえずアトリエ、はい。どこに行くの？よし、行くぞ。竜の討伐隊だなんて、いつの間にそんな物騒な話が持ち上がってたのさ。モリッツさんがその場の勢いみたいな感じで。でも結局ルベルトさんも同意したんだよね。うん、守り手の人たちを大勢出すって言ってたよ。行き先はわらべ歌のお城だっけ。流星の古城ね。竜はそこにいるって歌われてるし、レントも実際にその目で確かめてるんだよね。ああ、確かに城に降りていった。流星の古城、俺たちも冒険者の端くれとして行ってみたくはあるな。その討伐隊っていつ出発するの？さあ、そこまでは聞いてないけど。一応ライザーちゃんたちがこっちに戻ってくるまでに、なんか一応何かしらあったっぽいですね。森に入ってこられたらちょっとまずいな。万が一このアトリエが見つかったら。そうだな、いっそ先手を打って船着き場まで様子を見に行ってみるか。はい、じゃあ船着き場、はい。ねえ、どこに行くんだい？こっちじゃないな、あれ、ここだな。はい、よし。守り手らしい人は全然いないね。もう討伐隊は出発しちゃった後なのかな。ライザー、あそこボース。いくらお前でも連れて行くことはできん。一度ひどい目に遭っているだろう。その雪辱を果たすと言っているんだ。あの時は不意をつかれただけだ。用心してさえいれば。ボースさん、やっぱりやめた方が。そうだ、ボースさんだ。あ、すぐまた名前忘れちゃうと思うけど。黙ってろランバ。父さんの了解だってある。村の守り手がブルネン家の命令に逆らうのか。お前までそんな言い方をするようになったのか。私は悲しいぞ、ボース。許可したと受け取っていいんだ。見てよ、今度こそブルネン家の男の勇敢さと力をお前たちに見せつけてやる。うん、この前に必要なものが何かある気がするな。うん、なんだろう、必要なものというか、なんだろう、失った方がいいものというのか。行っちゃった。大丈夫かな。俺たちの前だからって言い切りやがって。せいぜい痛い目を見ればいいさ。痛い目で済めばいいけど。ねえレント、アンペルさんたちは？ああ、そういえば
旅商人が来なくなったんで北の宿場まで買い出しに行ったけど、それが相談できればって思ったんだけど、北の宿場にいるんじゃ無理そうかな。相談って何を？私たちの実力で流星の古城に挑めるかどうか、竜と戦って生きて帰ってこられるかどうか。え？そうか。でもリラさんならきっと自分で考えて動けって言うはずだ。うん、そっか。そうだよね。ねえクラウディア、私たち、ライザ、もう私ちゃんとみんなの仲間だよね。なら私に気を使うのも置いていくのもやめて。なんとなくこうなる予感はしてたんだ。うまく逃げ帰るチャンスを探すしかないか。みんなありがとう。よし、討伐隊を追うよ、流星の古城まで。さすがに家の都合で昔からよく街道は通ったけど、こうして歩いたことはほとんどないんだよね。どっちだ、あっちだね。どこに行こうかな。確かこっちでいいはず。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。あれ違うか。ねえ、どこに行くんだい。こっちか。よし。違う。どこに行くの。違う。あっちか。よし、あった。あっち行けたっけ。一応ちょっとだけ採取なりなんなりとやったですが、ちょっとスルーして、こんな道あったかな、なかあったかな。辛いな。あれ、こっちで合ってるよね。新しいマップに行けるようになったけど、あれこれどうすんだ。ジャンプできる。あ、こっちから行けないっぽい。よーいしょ。あれ地図見てこっちから行ける。新しいものが手に入ってますね。取れたよ。同じものでもやっぱりこ品質とかがね多分いいんですよね。多分アイテム見たら今手に入れたものとか、品質69とかなんで、今まで、なんか30とかそのあたりだったんで。取れたよ。どっちだ？結構遠くまで来たな。あ、そういうこと。あ、結構遠くまで来たけど、よーいしょ。
と、毒があるんだよね。うん、いろいろ新しいものを発見しております。これ壊せる。これ毒があるんじゃねえのか。おいおい、触っちまったけど大丈夫かよ。これダメ。これは毒があるはずだよ、気をつけてね。よいしょ。うん、さっきからなんか毒があるものばっかりやけど。こっちか。倒せるのかな。でもこの辺り倒せないと多分進めないよな。よし、あった。一回戦闘するか。強いな。あ、でもダメージは受けてないか。進めていきましょうか。ちょっと無理そうだったら、まあレベルとか上げれば良いので。あれ、あれこっちじゃなくないか。こっちじゃない気がするな。あれ、なんか、あれ、こっちじゃないな。なんかミスったか。よし、あった。あとこれなんか強そうなんだけど。こっちに行こうとしたんだな、多分。あれ、なんか迷子になってるな。なんか目的地こっちじゃないっぽいな。こっち行ける？あ、そうか、こっから、知らなかったよ。こっちから来たんだ。あ、なんか右下か。よし、あった。やあ。な、せっかくね、地図で。やあ。金属って。やあ。ヒントをくれているのに。こっち右に行けばいいんだね、右に。てっきり左下から出てきたものかと思ったら、こっちでしょ。倒せるのかな。このあたり倒せなかったらちょっとお話にならないと思うけど。
行くよ。もう終わりかよ。やあ、多分このあたりも品質がいいはずんですよね。あ、まあ、うん、結構ばらつきがありますね。よーいしょ、よーいしょ、んーしょ。あ、これ新しい、なんか多分よーいしょ採掘の方が作れるはず。こっちですね。合ってるよね。あ、不安になってきた。あ、合ってるっぽいかな。結構不穏な。ここが流星の古城。音楽が、 BGM が。街道から見えてはいたけど、こんなに不思議な場所がこんなに近かったんだね。この距離。確かに竜なら人っ飛びだろうな。あちこち燃えてるのは奴の吐いた火か。今は村の決まり事に背いちゃってるんだよね。どんな目に遭うか。あ、まあそれは今更感があるけど。今更おじけづいてどうするの。ここまで来たんだからいい加減覚悟を決めなさい。新しい足跡が城の中に向かってる。きっと討伐隊のものだろうな。城か。僕らが行く前に無事討伐されてますように。ほんとそうであってくれれば一番いいんだけど。あれ、みんな戦いの後。このお城ずいぶんボロボロだけど、どこの国と戦ってたの。この地域はクリント王国の辺境だから、滅亡時の戦乱には巻き込まれてないと思うけど。そうなのね。このお城や北の塔みたいな建物は戦いのためのものだとばかり思っていたわ。そういうどこと戦ったみたいな勇ましい伝承はうちの村には全然ないんだよ。やっちゃいけない、言っちゃいけない、そんなのばっかり。おしゃべりはそこまでにして、あとを追おうぜ。加勢できるなら加勢したい。心配だもんね、アガーテさんに守り手さんたち、それにボース君、ランバー君も。うっかりボースに竜退治なんかさせて調子に乗られたら面倒だからだよ。ごめん、ちょっと あっとクリント王国時代の建築様式が残ってるね。結構いろいろ光ってるな。よーいしょ、よーいしょ。ちょっと、大丈夫かな。あ、先に進む。あー、結構ややこしい作りになってますね。ちょっとセーブしたいな。よーしょ。だって戻ってこれるなら、あ、戻ってこれるな。多分戻ってこれるね。でちょっと色々と素材とかも手に入ってるので、あそこに行く前にちょっと敵とも戦おう。必ず勝とうね。もらえる経験値も結構増えてきているので、いきますよ。あ、ちょっと待って、これ強いな。大丈夫か。
あ、ちょっと使えないな、アイテム。コンバートしないといけないと、コンバートしないといけない。ちょっと敵強い。ちょっと、強くしてから挑んだ方が多分いいな。受けるダメージはそんなに多くはないけど。スキル、スキル、はい。経験値どれくらいもらえるかな。勝ててよかった。また一つ強く。まだまだ強くなるよ。この感じだと30ぐらいまで上げてもなんかいい気がするな。あ、いっぱいになっちゃった。一回戻るか。とりあえず品質順に並べて、品質が低いのを捨てるか。はい。はい。これでいいかな。一回戻るか。どこに行く？ここはなんか何もなかったかな。BGM が非常に不穏ですね。一回戻ってちょっと素材を。ちょっと強くなってからあそこにまた行きますかね。